ピンポンパンポーン。かつてのデストロンのリーダーメガトロンの名を受け継ぐ戦士が率いる新生デストロンと、コンボイ司令官の名を受け継ぐ戦士が率いるサイバトロン調査隊は、トランスフォーマーの歴史を記したアイテムゴールデンディスクをめぐり、人類がいなくなりジャングルだけがどこまでも生い茂る惑星と化した地球を舞台に戦いを続けていた。果たしてサイバトロン調査隊はゴールデンディスクを奪い返すことはできるのか。そしてここはサイバトロン基地。コンボイ、パトロールに向かわせたチータスが帰ってきたみたいだよ。よし、急いでハッチを開けてやる。だーだだだか、帰ったぞコンボイ。なーによ、そんなに急いでんだよこのドラ猫。そんなにおしっこ漏れちゃいそうなのかい。ちげーよこのドブネズミ。それより大変だよコンボイ、ジャングルの奥地でデストの沼が何かやろうとしてるじゃん。なんだと、新しいエネルゴンの鉱脈でも見つけたというのか。いずれにせよ放っておいたらろくなことにならなさそうなんだな。ああ、私も同感だ。よし、サイバトロン出動。そしてここはサイバトロン基地上空。かー、メガトロン様、やつら基地を出てジャングルの方に向かってるざんすよ。了解したざんす、そのまま監視を続けるざんす。ねえ、奴らをこの草木が生い茂ったジャングルの中へ誘い出し、奇襲攻撃を仕掛けて一気に叩き潰すのだ。いやあ、そんな卑怯な勝ち方があってたまるか。俺がデストロンのリーダーだったらサイバトロンの基地を真正面から攻撃してやるってのによ。だから前回の戦いでそれをやって失敗しただろこのマヌケ。だからこんな汚いやり方しなきゃいけねえんだろうが。人の苦労も知らないで偉そうに指図すんだこの口裂け恐竜。おめえも口裂け恐竜だろうが。そしてデストロンのいるジャングルはこの先じゃん。よし、全員チータスに続け。ところがである。ブーン、メガトロン様、サイバトロンどもがこっちに向かってくる。ブーン、どうしたらいい。ブーン、お前それ迎撃すりゃいいだろ。ただしコンボイだけは通してやれ。ジャングルの中におびき出すのだ。でもでも4人もいるサイバトロンの中からお猿さんだけをジャングルに誘い出すなんて無理だよ。ブーン、どうしたらいい。ブーン、いやー、もんなことぐらい自分で考えろよ。まったくこれだからゆとり世代は困るんだよ。腰終わり。ブーン、今のご時世そういうことを言うとパワハラになるんだ。ブーン、でもまあ言ったところで職場が改善するはずもないからなんとかするしかない。ブーン、ワスピーター変身。とりあえずゴリラだけをジャングルに追い込むためにそれ以外の奴らを攻撃してみる。ブーン、気をつけてコンボイ、センサーに嫌なものが映ったんだな。なんだと、一体なんだそれは。デストロンのワスピーターなんだな。ボクちゃんの攻撃を受けてみろ。ブーン、ドーギャーギャー。お、大丈夫かお前たち。お次はとりあえずコンボイに攻撃を当てないように撃ってみる。ブーン、みんなここは俺に任せて先に行くじゃん。ブンブン野郎は俺が何とかしてやるぜ。チータス変身。そらこれでも食うじゃん。ブンブン、こりゃたまらん。あいてててててコンボイ、あのドラ猫の言う通りだよ。オイラたちだけでもデストロンのいるジャングルに行こう。頼んだぞチータス。くそー、すばしっこい野郎だ。撃つべし撃つべし。ブンブン、メイガトロン様、作戦失敗だ。ブーン、足止めできたのは一人だけだ。ブーン、たく、あの役立たずのミツバチ野郎が、ちょっと可愛いくらって調子になるんじゃねえぞ。だが、ジャングルの入り口にはタランスとスクルポスを待機させてやる。へん、あの二人もブンブン野郎と大して変わらねえと思うけどよ。だそして、ここがメガトロンたちのいるジャングルなんだな。こんなに草が生えてるんじゃデストロンがどこにいるのかわからないよ。まさかメガトロンめ、最初から我々をこのジャングルにおびき寄せるつもりで。バカ
ただサイバトロンどもめ、木の陰に隠れてるあたちたちに気づいてないっす。今のうちに奴らを攻撃するっす、スカルパス。そして目に物見せてやるっすよ。っていうか、デストロの副指揮官この俺たち、お前に指図される筋合いなんてないんだけど。じゃあ、たちが言う間に言えばよかったじゃないっすか。とにかくやるっすよ。ああ、また指図した。どこにもデストロンの気配は。よーやー、早速奴らのお出ましというわけか。でもでも、どこから攻撃してんのかわかんないよ。しょうがない。僕とラットルでしらみつぶしに周りを攻撃していくしかないんだな。その間にコンボイ、君はベガトロンの元へ。ああ、わかってる。ライノックス、変身。ダラーッと。ラトル、変身。やった。それでライノックス、どこを攻撃すればいいんだい？ミサイルは向こうから来てるんだな。ということは向こうを攻撃すればいいんだな。ダラ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 。バレたっす。バレたからなんだってんだよ。攻撃あるのみなんだよ。オラ。ダラダコンボイ早く。わかった。うっしゃしゃしゃ。バカなゴリラっす。自分から赤羽に出向くなんて。何を笑ってんだこの変態ども。ダーあららら。次は君の番だよスコルボス。グラウンドだ。オレドラオレ。そして一人ジャングルの奥地へと向かったコンボイ。メガトロン、どこにいる？出てこい。ここだよコンちゃん。ドアドアドア、ここにいたんだよ。まったく貴様というやつは愚かなものだ。これが罠だとも知らずにな。やはりそうだったか。ここに来る途中にうすうす感づいていたよ。だがたとえ罠の中であろうと、私は決して諦めないぞメガトロン。あやあら、顎殴られた。はいだバタンキュー。メガトロン、いいくそ、俺が相手だコンボイ、ダイノボット変身だ。いいだろう、喜んで受けて立つぞ。コンボイ変身。うずうずしてくるぜ。かつてのサイバトロンのリーダーの名を受け継ぐお前と戦えりなんてよ。ではこっちから行かせてもらうぞ。ドアーやったー。うわー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 ちゃーどうあーしまった。うわーくらえ。うわー、ダイノボット、お前ほどの戦士がなぜデストロンなどについているんだ。お前はもともとサイバトロンの。うるせえ、うるせえんだよ。うわクンボイ、俺がお前をここで倒し、そしてメガトロンも倒して、俺がデストロンを率いてやる。そして俺様が全てのサイバトロンを滅ぼしてやるぞ。うわそうはさせるか。くらえ。うわあ、って何時間俺は気絶してたんだ。おお、ダイノボットめ、コンボイとの一騎打ちに敗れたというわけか。次は貴様の番だメガトロン。俺はダイノボットのようにはいかんぞ。あやー、遅れし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 、ダダ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 。遅れてごめんよコンボイ、ようやく奴らを片付けてきたんだな。いや、グッドタイミングだ。あいてててててて、くそ、お前らそういうのを弱い者いじめて言うんだぞ。メガトロ様、ここは一時退却するっす。いくそ、第2話にして早々俺様のかっこいいロボットモードを披露できなかったぞ。デストロン退却。あの、ダイノボットはどうするんすか。こいつはもう置いてけ。戦いに敗れた部下などいらんわ。こんなやつはゴミ箱に捨てちゃえ。う
絞り出すほどの慈悲もないのか、メガトロン。そして、こいつどうするじゃん、コンボイ。基地まで連れて行こう。彼をリペアしているんだ。ちょっと待ってよ、コンボイ。なんでオイラたちの基地にレストロンを連れて行かなきゃいけないのさ。正義の味方として、傷ついて倒れているものを見捨てるわけにはいかない。コンボイ、君の気持ちもわかるけど、あまりにも危険が大きすぎるんだな。大丈夫。何かあったら責任は私が取る。とにかく、言われた通りにするんだ。わかったんだな。メガトロンに見捨てられたデストロン兵士、ダイノボットを救おうとするコンボイ。果たして、彼は一体何を考えているのだろうか。次回へ続く。最後まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。